はい、皆さんこんにちは、ピカです。ドラゴンフォースやっていくよ。はい、それではやっていきましょう。ちょ、待て、徴兵、参ったね、ボコボコやね。ちょっと待ってね、これがあっちだろう。でこれが何人だっけ、一人か。弱りましたね。そしたら出陣の、マーニー、これでいこうか。そしてこれ今ここ攻めるんだね。まあ、ウェインと、行かない。忙しいこっちゃ。これでいいかな。よかろ。ちょ、大丈夫かな。陣か、突破だ。行け。頑張って突破するんじゃ。ぐおー手抜かんかい。あかん、こんなもん突破できんわ。うわ、突撃かい。よし、打ち取れ。もう一撃、もう一撃、なんとかならんか。ちょっと待って、俺突撃してないのか。あー、参った。
俺の采配ミスなかったら勝ってたかもしんない。えらいこっちゃ。まあまあまあ一騎打ちで勝てるでしょう。今度こそは勝てるでしょう。三日月、お、勝ったぞ。よっしゃやれ。三日月こいつに負けたけどね。よしよし。よし、城は無事だった。全軍突撃。ソニックブレスト、ソニックブレスト持ってんだこいつ。よっしゃ、師団命令目的変更、戻れ。はい。ウェイン様、トラッドノアの国王陛下レイナート殿が会見を申し込まれておりますが。わかった、通してくれ。さあさあお下がりなされ、レイナート様がお通りになられる。もう少しお待ちを。すみません、急いでいるのでどいてもらえますか。なんか態度でかいよな、負けたくせに。一体お話とは。レイナート、何はともあれこれを、まずはこれを見てください。見えますとも。これは聖竜の紋章が共鳴している。やはりあなたも聖竜の戦士でしたか。すみません、僕はあなたを試していました。試していた。クルエル獅子ゴルダークに対抗するにはこちらも誰かを中心にしてまとまる必要があります。僕はあなたならゴルダークに負けない覇気の持ち主だと目をつけていたのです。それで実力を確かめるために戦ってみたのです。そうだったのか。僕の体には刀身バルハートの血が流れています。刀身バルハートといえば邪神マドルクと並ぶ六段神の一人ですな。その血のおかげで僕は強力な魔法を使えるのです。僕はこの能力を人々のために生かしたい。僕も仲間として一緒に戦わせてもらえますか。無論喜んで歓迎するよ。さあここはね、あのさささっとねやります。あ、ニケラルにちょっとあいつ持っていきたいね。トラッドノアの王子ニケラル、頼む出てくれ。アスティアの心か、まあよかろう。お前のうん、よし終了。
で、こんなんしてんだっけ。ああ、あこ行くんだっけ。な、行く前にお前な、遠いってこい。ここの塔行ってこい。で、レイナート、お前な、ここ入れ。で、ここは4人やから、まあ大丈夫ね。さやか、で、出陣、ゴンゴス、ソマリオン、ゴンゴス、ゴンゴスあかん。ウリル、ウリルとソマリオン、ゴンゴス兵ゼロだ。決定でゴンゴス、ここ兵ゼロなのにゴンゴス兵ゼロの持ってってもしゃあないよな。待て待て待て、今出てきたぞ。3人か。ソマリオン、ウリル、ウリルいた。オッケー、ギガもいる。よし、いける。ならば、トッパーあるやつ、トッパーあるやつってどれでしょうかね。まあウリル久しぶりに行ってくれと。あ、トッパーあるな。
もうウリル無敵やな。めっちゃ強えわこいつ。武将技、あなた武将つ、武将技使っちゃダメでちゅ。わかりまちゅね。使ってはダメでちゅ。よし、作戦突撃。はい、使ってる。なんで使ってるの。じゃあ何なのあの効果。あの効果何なの。やれい。行くのじゃ。どうすかな。待って、出陣のお前前進。ガイアブレイクってどこなのかな。自分の武将の周りの時もあるし、中央の時もあるし、あるんだよね。まあ敵武将の近くではないと思うけど、まあじゃあこれしかできないってことかな。まあでもちょっと勉強のためにやってみよっか。中央でやってもしゃあない。まあ勉強で。まあ今やってもしゃあないな。よし、いいぞ。捕らえよ。よし。行ってきたまえ。まあメテオで どれだけやれるか。作戦、前列交代、上下分散って何。あ、それか。それでいいよ。前列交代しろ。敵兵士メタルフォーゼってなんだろう。わからん。まあこれメテオね。敵武将もかな。あ、敵武将もだね。結構強いわ。
台風だと。まあ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 いい。そしたら前列前進。どこまで交代してんのかな貴様らなあ。タイムをちゃんと見なさい。タイムをねえ、私の命令ですけどね。ちょ、止まってお願いします。止まってください。交代しろ。あ、退却した。いや、減り方すごいね。やっぱ士気高いから命中率半端ないのかな、明治の。よし、捉えろ。レイナートのレベル上がったぞ。ウリル曲がった。よし、入場5しかないバカもん、これちょっとあかんぞ。60か。ここはならば、じゃあここまあ出陣ゴンゴス。ちょっと待てよ、ゴンゴスで森の神殿行ったらどうなるんだろう。まあ以前あそこ行った時ウェインと行ったからね。でここはいくつ溜まってる。65か。よっしゃ、ここの兵をあっち持っていこう。出陣、まあ、ゆいかわいい。OK。まだあいつらが攻め込んでこないからラッキーだよ。こうねえ、この大衆、今の大衆ギデオンがね攻めてきたらちょっとね守りきれないかもしれない。着いたか。ハイランド王ウェイン。ではお前が人間族の王か。勇気があるなら一人で私に会いに来い。この辺りは昔は魔族が住んでおって、
旅行く者がよく血吸われたと聞いておるが、最近そのような話は聞いてませんよ、おじはん。そういえばこの塔に誰か住み始めてから魔族が減ったと聞いております。じゃあどうすればいいの？こう待機してればいいの？一人で行かないといけないのかな。まあここで内政を迎えればいいっちゅうことかな。ちょっとよくわかんねえな。よし、まあレオンとこのレイナーと立て続きに攻めたらもう国バッタバタしかもこいつ攻めてきてからなおさらバッタバタ。よし、ここはなんだ。あ、内政だ。ユミ、アーチャー雇用可能。オッケー。もうウリルドラゴニアパンパンだから。よし、これで OK。 じゃあ勲章ね。これ総功績4あるけど、これ減ってってるか。減ってってねえな。まあいっか。本当ウリルにはちょっとね、裏切ってもらいたくないんだよね。裏切られたら終わりだぜ。よーし、いっぱいいるね。うん、ダメ。うん、よし。よっしゃ。これはダメだな。ゴルダークの右腕だから。あ、いいの。ねえ。私の人徳ですよね。うん。そういうこっちゃ。よし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 。ほう。あなたは、なんだ、探索では4、5回断られましたけど。よーし。うん。あ、これはダメだね。重要人物って言ってたもんね。そしたら探索じゃ。ゲイ、うん、出雲は確率低いけど何かいいアイテムあったはずだ。
ケー。古代の書ってなんだろう。マニかな。マニ、今のやつマニか。あ、マニやね。マニ結構なんか見っけてくっから、まあ同じ70なんだけどね。うん、インというかね。うん、まあ成果出してるやつにちょっとあげたいね。古代の書内政とか上がるやつだったらちょっとやろう。おお、音量ゾンビだぜ。オッケー。うん、おお、音量。さあレイナートイントゥ124。うわお前メテをかぶって、面白いお前。アイテム、マニー、マミムメモだからずっと下やな。マニーいたぞ。古代の書内政力上がるね。これやるわ。よーし。まあ、OK。どうしようかな。OK でしょう。はい。それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、この続きやっていきましょう。またね。